災害による停電時の非常用電源から現場工事の作業用電源、電源の取れない補充の作業に加え、アウトドアや DIY の電源として使える、長時間運転が可能な低燃費のインバータ発電機が誕生しました。近年、台風をはじめ大雨や地震による災害が多発しており、停電の発生リスクが年々高まっております。緊急時の停電に備え、発電機を用意することで、いざという時に余裕を持って対応できます。独自開発のインバータを搭載、ご覧のように負荷をかけても綺麗な波形で、パソコンなどの電子機器の電源のほか、モバイル端末の充電も行えます。コンプレッサーなどのモーターを搭載している機械は、ご覧のように起動時に大きな電流が必要です。ですので、コンプレッサーや家庭用冷蔵庫、水中ポンプなど起動電力の大きい機器はご注意ください。例えば、発電機の選定にはご覧のように消費電力の合計に加え、起動電力の合計も大切です。発電機の選定は余裕を持って選びましょう。起動電力は新大和3基総合カタログでご確認ください。 IEG2501 は小型ながら発電出力 2500W と高出力なので、起動電力の大きい小型コンプレッサーや電動チェーンソーによる薪作り、ポータブル洗浄機による汚れた農機具の洗浄のほか、水中ポンプによる汲み上げ作業にも使えます。例えば、用水路から離れたタンクへの汲み上げなら、あらかじめ水中ポンプを用水路に設置しておけば、発電機に備え付けの出力スイッチを押すだけでタンクへの給水作業がスムーズに行えます。本体質量は軽量 29.5kg ですので、男性作業者はもちろん、女性作業者でも持ち運べるように労働基準法の省令に適合しております。電源のない現場工事なら、市販の電動ハンマーによる剥離作業から、電動グラインダーによる切断作業、バンドソーで材料の切り出し作業まで、インバータ発電機1台であらゆる作業に対応します。大型燃料タンクと低燃費なエコノミースイッチの組み合わせにより、600ワット程度の電気機器なら最大 17.6 時間の長時間運転が可能です。エンジン始動は簡単4ステップ。ステップ1、始動準備。燃料コックを開け、チョークを閉じる。ステップ2、スイッチを入れ、リコイルを引いてエンジンを始動します。チョークレバーを忘れずに戻します。ステップ3、電気機器を接続します。ステップ4、出力スイッチを入れます。たった4ステップで使用可能です。災害による停電時の非常用電源から、現場工事の作業用電源、電源の取れない補充の作業に加え、アウトドアや DIY の電源として使える、新大和から新登場したインバータ発電機をぜひお試しください。